はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間における平面直線の方程式丸三をお送りします。で、このタイトルもそうだし、この空間ベクトルの章もね、これで最後になります。で、最後も問題演習で2問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあね、空間ベクトルラスト、気合入れていきましょう。で、今回ね、両方とも似た問題で、上が最小、まあ、長さが最小の時で、こっちも最小っていう言葉はないんですけど、結局出すもの同じです。最も近い点なんでね。で、上は直線 L がこう表されてる。で、T を使ってね。で、その上に P があって、線分 OP、まあ原点と P までの距離が最小となる点 P の座標を求めたいと。で、基本的にまあ最小っていう言葉が入ってるので、二次関数に持ってって平方完成して解いていこうっていう流れが、まあ基本的にオーソドックスになります。で、今回はこれの点、まあ P だね。まあ、P だと思って、それと O なんで、まあ、2点間の距離出していくんですけど、普通に OP イコールで始めるとね、まあ、後ろ引く前だから、P から O を引く。でも O がさ、原点なんで0なんだよ。つまり、これの2乗プラス、これの2乗プラス、これの2乗にルートがつきます。2点間の距離だから。でも、ルート書くのめんどくさい。ルートね、含めてめんどくさいので、これ、まあ、いつもやりますけど、2乗に、先に2乗にしてしまって、ルートを外します。そうすると、単純に、マイナス1プラス t の2乗プラス、3プラス t の2乗プラス、1プラス 2t か。これの2乗になる。で、ちょっとめんどくさいですけどね、こっから展開してまとめると、ちょっと暗算頑張るか。t の2乗、t の2乗。で、4t の2乗だから、6t の2乗、マイナス 2t、6t だから 4t で 4t だから、8t、191だから、11か。で、こうなる。で、もちろん、普通に展開してもらって構わないからね、ちょっと板書の幅の関係で暗算しましたけど。で、これを平方完成します。まあ、二次関数になってるんでね。すると、3分の4だから、プラス3分の2か、中は。で、2乗。で、引くことの、ちょっと待って、マイナス9分の4。かける6か。これで暗算ダメだな。マイナス3分の8。で、もともと11がいるから、ちょっと待ってね。3分の33だから、本当は関係ないんだけどね、この数字、今。関係ないけど、でも3分の25か。となります。ちょっと消すね。3分の25。よし。で、今、T だね。T の範囲とか特にないので、単純にこれ下に凸の二次関数。ってことは、最小値どこで取るって。原点じゃねえよ、これ。頂点で取るから、T イコール、ここの、マイナス3分の2の時、最小を取るんだよね、最小値を。で、最小値今出さないです。必要ないんで。最小になる。最初を取る。まあ、いいか。最初になると。ってことが分かったから、結局今回出したいのは、最小値ではなくって、点 P の座標なのね。だから、点 P の座標っていうのは、これ T 入れればもう終わりだから。X 座標出てくるし、Y 出てくるし、Z 出てくるからね。なので、最後。P の座標は、P イコール暗算いきましょうかね。入れると、マイナス3分の2。マイナス3分の3と足すから、マイナス3分の5。で、こっち入れると、マイナス3分の2で、3分の9だから、3分の7。入れると、マイナス3分の4。3分の3だから、マイナス3分の1と。これで終了となります。いいかな？で、次も似てるんですが、次はですね、直線が、まあ、この2点を通る直線上の点のうちで、原点に最も近い点の座標を求めようと。
だから上とちょっと違って P が書いてないんですけど、このね直線上に P があるとします。で原点だから結局 OP が最も近い、つまり最小になる座標を求めたいから上と同じなんです。けれど何が困るって、最初直線がわからないんだよね。こっち分かったんだけど、これ媒介変数使ってね。だけどもう AP を通る直線っていうのは1個前の動画でやってるんです、表し方を。だからそれを使ってやってきます。でまず、まあ、ちょっと途中式ちょっと書かないっていうか、まあ P をね普通に置いちゃうか。 P として、まあ本当はね原点に最も近い点を P とするって書いてください、本当はね。 XYZ とします。で前回と同じくこの2点を通るって時は D ベクトルが方向ベクトルね、 AB ベクトルと一致するので後ろ引く前をします。そうすると後ろ引く前なんで、マイナス2でしょ、引くから2引く1で1の引くからマイナス5となるので、XYZ イコール、まずこれを通るから3の1の4プラス t 倍の今出した d ベクトルとすればいい。なのでこれ、ちょっと待って、下入るかビビり出してちっちゃく書こうと思ったらちっちゃく書きすぎた。 x イコール3マイナス 2t でしょ。で y イコール1プラス 1t なんで1プラス t、 z イコール4マイナス 5t となります。であとはこれ3つ出たら上と同じだからね、もう条件が出てって OP のが最初になるとき出したいので、まず同じです、平方完成していくと。で、これは確実にやらかした範囲ねえな。あ、ちょっと待って、そうだ、今回もね焦点、あーごめんずれちゃった、焦点がね合ってないんでちょっと合わせますね最後。よいしょ、ごめんね、画面が動いてしまった、申し訳ない。でやっていくと OP の2乗なので、これの2乗プラスプラスこうなると。であと何行入る、答えを右にか詰めて書けばいけるか、ちょっと左に詰めるよ。4t2 乗で 5t2 乗25か 30t2 乗か2乗で、マイナス 12t プラス 2t だからマイナス 10t になって、マイナス 40t かってことはマイナス 50t だね、ちょっと暗算でごめんよ。で91で10でしょ、で16だから、26かでかいな全体的に。でこれ下入るか、あいけるね。で平方完成すると30括弧 t マイナス3分の5になってるから半分にしてマイナス6分の5の2乗ですね。でちょっとこれ枠外で計算していいですか、これちょっとわからんの暗算と。引くのがこっちに書くかでしょ、36分の25を引きたいんだけど30かけるから6と5でマイナス6分の125でかっ。でもともと26がいるからプラス26を6かけると6636156、つまりプラス6分の31か、さっきと同じかこれ、あ大丈夫そうだね。で平方完成終了と。よいしょ、ちょっと待ってね。さてでここまで書いて右下答えやから、で結局 t イコール6分の5の時最小になります。さあ上とこっちと同じね、下に凸の2次関数になってるから t イコール6分の5で最小、つまり求めたい座標は p ってね書く必要ないね、ここはね。いいか、ちょっと待ってね、こう来ちゃってごめんよ。 t イコール6分の5の時ギリかな、最小になるから6分の5をここに入れます。 XYZ わかるからね。で入れていくとまたでかい、6分のマイナス10、こっちが6分の18だから、
6分の8になるのか。6分の8だから約分して3分の4。これは入ってるね。で、次。6分の5。これ楽だね。6分の5で6分の6だから6分の11。合ってるか。OK。で、ラスト。マイナス6分の25。こっちが6分の24だからマイナス6分の1と。これで終了となります。ごめんね、ちょっとね、幅が狭くなってしまって窮屈な感じになっちゃったんですけど、まあ、両方ともね、似たような解き方をする問題なので、ぜひね、まあ、こんな感じで解いてみてください。では、ちょっと途中ね、画面動いちゃって本当申し訳なかったんですが、見にくかったらね、申し訳ない。よし！では、今回は高校数学数 B の空間における平面直線の方程式丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもね、言ったように空間ベクトルの章がね、これでラストです。もしかしたらね、後々追加するかもしれませんが、ひとまずここで一区切りとなります。ここまでね、ご覧いただいた方本当にありがとうございました。で、次回からは数列です。新しい章がね、始まっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。